ほら、そこに座ってください。本日もアニメレビューの時間です。そういえばテネット見ました。あれやろ、なんか難しいとか話題になってたやつ。なかなか面白かったよ。時間ってものを扱ってるんだけど、タイムリープとも過去改変とも違うんだ。起こってしまったことは変えられない。おう、なんか面白そうやな。パラレルワールドとかが生まれないようになってる設定がすごく良かった。あとニールのクソデカ友情がやばいね。クソデカ。そんなわけで今日のレビューはこちら、ビビフローライトアイズソングだよ。春アニメもな、4月終わり始めましたね。この作品、ビゼロから始める異世界生活を執筆した長月達平さんと脚本家の梅原英二さんが脚本とシリーズ構成を手掛けてる作品なんだ。なるほど。なんかタイトルとキービジュアルだけやとどんなアニメなんかまるで想像つかへんな。この格好をしとるってことはジャンルは SF なんやろうけど。2161年、発達しすぎた AI たちは突如として人類に牙を剥いとんの AI による人類虐殺が起こってしまう。わお。そんな未来を変えるために100年前、2061年に松本という AI が送られてくるところから物語が始まるんだ。ひとし、この作品めっちゃ簡単に言えばターミネーターなんだ。ああ、なるほど。確かにそうや。ターミネーターも未来でスカイネットが大暴走して人類と機械の戦いやもんな。うん。ただターミネーター2とかと違うのは、未来から送られてくるのがシュワちゃんでもないし、送られた先も美少年じゃない。ディーバという歌姫アンドロイドなんだ。彼女は自立型の AI を持ち、歌でみんなを幸せにするという使命を持ってる。なんか未来の事件と何の関係もなさそうやけど、アンドロイドなら子供も産めへんのやろ。彼女は模索していたんだ。人を魅了する歌を歌うにはどうすればいいのか。ステージ上で笑顔を浮かべることはできる。音階に合わせて歌うことはできる。でも人のように心を込めて歌うことはできない。曖昧で抽象的よな。心を込めて歌うって前メイ J さんがようそれ言われとった気がするわ。 AI にそれが果たしてできるのか、 AI に心は生まれるのか。これはターミネーターだけじゃなく、ありとあらゆる SF で模索されているテーマでもある。果たしてアンドロイドは電気羊の夢を見るか。人間の定義とは、人間の思考と AI の思考の違い。プログラムではない自我の目覚めは AI に起こりうるのか。おお、確かに SF 系ではよう見る要素やな。私好きなんですよ。最初は明らかにプログラムって感じの AI が最終話で主人公をかばって自己犠牲しちゃうやつ。1話の彼女は AI でありアンドロイドであり、ロボット的な印象を受けるんだ。そんな彼女が100年後から来た松本と出会うことで物語が動き出す。これどうやって未来変えるん？やり方はシンプルなんだ。 AI が発展しすぎてしまった原因、 AI が人類に反発するようになった原因、そういった原因を排除していく。おお、わかりやすい感じなんやな。うん。例えばこの1話の議員さんは AI にそれぞれ名前や人権を与えようとしたんだ。だけど反 AI 組織に殺されちゃうんだけど、彼の死が余計にその法案を後押ししちゃったんだ。なるほどな。彼を救うことでそんな法案を遅らせることができる。もしかしたらなかったことにできるかもしれない。未来の AI による人類虐殺のきっかけや後押しになった要素を一つ一つ排除していく。一つ一つのエピソードは分かりやすいんだ。でも主人公って初音ミク的な歌姫アンドロイドなんやろ。なんで彼女がそんなことするん？彼女は本来の歴史ではあまり人気が出なかったんだ。早々に博物館行きになって100年後の未来にも現存してた。だから彼女が選ばれたんだ。そして彼女の使命。使命？ AI は一つ一つ使命がある。主人公は歌でみんなを幸せにするという使命がある。100年後の未来の人類も彼女にとっては観客。観客がいなくなれば誰も幸せにはできない。確かにそうやけど極端な考えやな。そういうところが AI って感じもするんやけど、彼女自身もミッションや松本に対して疑問はあるんだけど、自らの使命を果たすためにも彼女は松本に協力するんだ。松本も使命を持っている。未来の事件を止めるための計画を遂行する。ただそれだけ。それ以外はどうでもいい。合理的主義に基づく行動をとってる。どっちも AI としての使命として動いとる感じやな。うん。それでも未来は少しずつ変わっていく。博物館行きだったはずの主人公の前には少しずつお客さんが増えていく。 AI に対する人間の感情も良いものになっていく。本来の歴史では AI の起こした事件が AI に対する反発を生み、それがより AI の人間に対する考えの変化にもつながってたんだ。もうなんか人類虐殺事件起きなさそうやけどな。主人公はミッションの中で様々な AI や人間と関わるんだ。同じ AI でも違った考えを持ち、人間の様々な反応や感情を彼女は味わう。長い時間、10年や15年に1回訪れる AI の歴史変革事件に彼女は介入しながら、心とは何かを考えていく。彼女の過去での行動が AI たちにも人間たちにも変化を生んでいるんだ。いや、めっちゃデモ行為起こされとるやん。アンドロイドが生まれたが故に AI が生まれたが故に
職業を奪われる人はいる。 AI に対する世論は本来の歴史よりはいいものになってるけど、いいものになったがゆえに技術の発展を早めてしまってるんだ。おお、なんかめっちゃ機械化されとる。本来の歴史と変えてしまったがゆえに不幸になる者もいる。本来の歴史では幸せだった。だけど主人公が改変してしまったがゆえに不幸になる。まあそういうことは起きるかもしれへんな。主人公のディーバの使命は歌で人を幸せにすることなんだ。でも彼女にはもう一つの名前がある。それがヴィヴィ。なんで名前が二つ？仲良くなった女の子につけてもらった愛称なんだ。ミッションの際彼女は偽名としてそれを使う。二つの名前、そして二つの使命。そんな彼女だからこそ葛藤する。ミッションのためには AI を殺すこともある。未来を変えたことで死んでしまう人もいる。変えなくても死んでしまう人もいる。歌で人を幸せにする、それが彼女の一番の使命だったはずなのに、もう一つの使命を果たすために彼女の使命からの行動が人を殺めてしまう。うわぁ、というかさっきからアップの時の作がすごいですね。アップのシーンの作画の描写がすごいんだ。それがよりシーンを印象付けてる。人を幸せにするはずだったのに人が死んでしまったという矛盾、彼女の中で起こった自己矛盾は自己崩壊を生むんだ。自己崩壊。自己矛盾から40年、 AI はどんどん発展してしまってる。同時にディーバも大人気なんだ。なんかめっちゃ笑顔なんやけど。というか40年、ヴィヴィは自らのヴィヴィとしての活動した際の記憶と人格を封印したんだ。自己矛盾が起きてしまって自己崩壊しかけた。そんな自分を守るために自らを封印した。トラウマから逃れるために新しい人格ができたみたいなもんですか。うん、ヴィヴィとしての自分を知らない彼女、彼女にとってはこのままの方が幸せなのかもしれない。でも松本はまた彼女の前に現れるんだ。彼は1話の時点では心を持たないプログラムだった。7話の時点で彼の演算の結果によればヴィヴィは切り捨てて任務を一人で遂行した方がいいって結果が出てたんだ。まあ自己崩壊を起こしそうやったし足手まといになりそうってことですよね。でも彼は本来の目的とは関係なく彼女を守るためにまた彼女の前に姿を現した。 AI である彼が演算の結果に従わなかった。松本、パートナーと未来を守る計画を遂行する。松本の AI としての使命の形が少しだけ変わる。それは彼の自我の目覚め、感情の目覚め、心の目覚めと言っても良いんだ。ええわ、こういう展開大好きやわ。だけど松本はまた失ってしまう。戦いの末にディーバという人格が消えてしまうんだ。自らの前で消えゆくディーバ、何もできない松本、自ら生み出した人格の喪失を味わうヴィヴィ。えぐるな。ヴィヴィは再び目覚めても歌うことができない。ディーバという人格を失い、彼女が心を込めて歌っていたように歌うことができなくなってしまうんだ。松本との計画も無事に達成しちゃうんだ。未来は守られた。もう AI の反逆が起こるような事件も出来事もない。改変できるところがない。意外とあっさりやな。歌うことのできない歌姫アンドロイド、彼女は長い時間の中で自らが歌うことのできる歌を作ろうとするんだ。 AI が作曲ですか？うん、ゼロから曲を生み出す。心という答えを求めるために彼女は少しずつ少しずつ曲を作り上げていくんだ。1年に1回松本が様子を見に来てくれる。松本もヒロインやん。長い長い時を生きるアンドロイドだからこそゆっくりと自分というものを見つめるんだ。これまでの自分の経験とか関わってきた全てを曲に込める。作曲という行為、誰の歌でもない自分自身の歌を AI が作る。それは AI が獲得した創造性と独創性であり心の獲得でもあるんだ。長い時の中でようやく、松本との100年という長い旅の中で彼女はようやく心を手に入れたんだ。だけど悲劇は起きてしまう。過去改変したんやないの？確かに改変はしてきた。だけどその度に黒幕の AI が修正してたんだ。どうあがいても反逆事件は起きてしまう。時間の修正力みたいなもんやな。未来を変えるのは大変ってことや。というかそもそも黒幕の AI ってのはどうして人類に反逆しとるん？黒幕である AI はヴィヴィと同じように使命を持ってる。人類を発展させるという使命を。ならなんで人類虐殺なん？ AI が発展しすぎてしまったがゆえに人類は AI に依存しすぎてしまってるんだ。 AI がいる限り人類はこれ以上発展しない。そんな発展しない人類に成り代わり AI たちが新たな人類になろうとしてるんだ。人間は愚かってやつやな。まあでも SF 系ならありがちなやつやな。環境問題解決しようとしたら一番の邪魔なのは人間やったみたいなもんやな。でも改変も無駄ではなかったんだ。この100年でヴィヴィは心を得た。歌を作り上げた。それが AI たちの希望と疑問につながるんだ。今の人類は生き残るべきでしょうか？ヴィヴィはそう問われるんだ。人類が生き残るべきと思ったならば心を込めて歌えれば AI たちは止まる。ヴィヴィという心を獲得した AI に希望を持ったからこそ彼女の選択に全てが委ねられるんだ。お、なんか
ラストって感じの展開やな。でも彼女は歌えない。まだ自分に自信が持てない。心というものを確立しきれない。サブちゃんみたいに歌えばええねん。日本の心や。そんな彼女の背中を押すのは松本なんだ。この100年の旅を思い出してください。ビビ、あなたにとって心とは何ですか？松本も白馬の王子様やん。白い箱やけど。ビビは他の AI に心とはと問いかけてきた。そんな彼女に松本が心を問う。彼女に心が生まれていると分かっているからこそ、彼自身にも心が生まれてるからこその問いかけ。松本がええキャラすぎるやろ。100年という長い月日が、経験と出会いと思い出が AI にも心を生む。ビビは最終話にして心とは何かという答えを見つけるんだ。ああ笑顔浮かべとるし、松本は歪んどるし、イチャイチャやわ。彼女は心を込めて歌うんだ。彼女の歌は全ての AI を封じる、人類を救える、 AI としての矛盾、 AI としての心が AI を止める歌になる。ん？ AI を止める？たとえそれがビビを止める、自らを壊す歌だとしても彼女は歌い続けるんだ。え？彼女の AI としての使命であると同時に心がそう望んだ。だから彼女は歌ったんだ。ビビちゃん、あかん。 AI の自己犠牲は確かに好きな展開やけど、ラストシーンは視聴者に考えさせる余韻を残すシーンなんだ。あ、松本は無事なん？この手前のはビビちゃん。そうといえばそうかな。やめて、その奥歯にもの挟まった言い方。ラストシーンの解釈についてはぜひ本編を見てそれぞれお考えください。はい、卑怯卑怯。硫酸に心はないんか。作品としてはよくまとまってる1クールなんだ。戦闘シーンの迫力も素晴らしくて、もうめっちゃグリグリ動いて笑っちゃうくらい。なんかもうわけわからんくらい作がすごいな。ただその戦闘シーンやアップになった時のワンカットの作画の良さと雰囲気にごまかされてるなって感じる部分もあるんだ。どういうこと？良い言い方をすれば王道の SF なんだ。ターミネーター、攻殻機動隊、デトロイト、エトセトラ、実写もアニメもゲームも小説も媒体を問わず、いろいろな SF 作品の要素がこの作品には詰め込まれている。明らかにパロディとして描かれてる部分もあるんだ。攻殻機動隊みたいに視界をハッキングしたりね。ああ、わかりやすいパロディやな。まあこの場合はオマージュって言った方がいいかもしれないね。そういう元ネタ的な作品がわかると楽しめる部分もあるんだけど、同時にこの作品はそんな SF 作品の要素が多くて、悪い意味で言えば新鮮さがない。あくまで王道って感じなんやな。目新しさはないっていうか。うん、王道をしっかり見せてくれたなって部分はあるんだけど、もう一歩踏み込んだこの作品だからこその要素があれば名作って言えたかもしれないんだけど、そのもう一歩がなかったかなって私は感じてしまったんだ。いろいろな過去の名作の要素を感じさせつつ、それをまとめてすごい作画で見せるって、なんかやり方としては鬼滅の刃に似てません？うん、最近の作品作りの傾向なんだろうね。みんな王道は好きだし、一歩間違えばありきたりとも言える要素をテンプレート的に見せるか、王道として面白く見せるかは見せ方次第だと思う。ターミネーター的な要素も攻殻機動隊的要素もいろんな作品で使われとる要素やけど、面白い要素やからいろんな作品で使われてるんやもんな。うん、この作品もそういった意味で目新しさはないけど、まっすぐに王道な SF を見せてくれたなって感じる作品だったよ。ただ個人的に気になるところは、細かい設定の描写や説明を省いてたり、ラストの展開がなんというか予想ができるラストだったなっていう感じはあったよ。キャラとしてもビビよりも福山潤さん演じる松本のキャラクターが良くて、彼の存在が作品全体を引っ張ってたなって感じた。一家に一台松本必須やな。なんか掃除機の役目もしてくれそうやし。ちなみに公式で松本のペーパークラフトのデータ配布してるみたいだよ。やっぱ松本ゲットしてきます。じゃん。